2018-19 シーズンの V リーグ V1 女子の交流戦です。黒部アクアフェアリーズがホームに JT マーベラスを迎えての一戦お届けしていきます。黒部の方はこの後チャレンジステージ行きが決まっていますので、そこに向けていい形を作れるかどうか。 JT の方は2位確保、ファイナル8に向けて大事な戦いが続きます。後ろからプッシュ、うまく落としました。さあこれで4対4同点です。栗原が決めます。そして平谷、もう一度栗原、ここも最後はつなぐことができず、ポイント JT。 25対21で第1セット、 JT バーベラスが取っています。田中瑞希がうまくスペースをつきます。小畑が出て栗原、マンパが手を出していきましたが、つなぐことができません。ここもブロック2枚しっかりと相手のスパイクを止めます。ライトから丸山、栗原がバックアタック、今の攻撃もとても良かったですよね、はい、最後は栗原が仕留めました。第2セットは点差がつきました。25対13、 JT バーベラスが取っています。栗原が拾ったんですが、ボールがネットを越えてアウトになります。ブロックかかりますがフォローもあります。もう一度田中瑞希ですが、ブロックシャットアウト、雪丸が止めました。おお、すごいパフォーマンスを見せましたね。初めて見ました。栗原が今度は難打に切り替えましてポイントを奪います。小畑が残して田中瑞希、投げたボールをしっかりと決めました。平谷、もう一度いく、しかしブロックを越えることができませんでした。最後は林琴奈が仕留めまして、第3セット、 JT バーベラスが取りまして、これで JT バーベラスストレート勝ち、セットカウント3対0です。チームは今日の勝利で西地区2位通過が確定しました。残り2試合、そしてファイナル8へ向けて一言お願いします。そうですね、本当に非常にいい状態で来ていると思うので、私個人としてはちょっとこう出場機会に恵まれない場合もあったんですけど、常にこう温かい言葉をかけてくれるチームメイトだったりスタッフだったり、そしてファンの皆さんに本当に支えられているので、あと2戦をとにかく全力で頑張ってファイナルにつなげていきたいと思います。